こんにちは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、ゆっくり魔理沙です。ねえ、魔理沙。この前、人柱についての怖い話を聞いてしまって、夢にまで見てしまうのをどうにかしてほしいよ。それなら、実際にあった恐ろしい事件を聞いて、上書きしてしまうのをおすすめするぜ。今回は2015年に佐賀県で起きた、佐賀生き埋め事件を解説していくぜ。生き埋め事件？人柱というものも、いわゆる生き埋めの一種だから、同じジャンルと言えるはずだ。とんでもない事件がいようと、事件が起きた背景まで詳しく説明していくぜ。それではゆっくりしていってねこの佐賀生き埋め事件は、別の呼び名もあるんだ。佐賀残土置き場男女事件という呼ばれ方をすることもある事件なんだぜ。どんな事件だったの？事件が発覚したのは2015年7月、夏のことだ。場所は、佐賀県佐賀市のとある残土置き場。男女それぞれ一人ずつの死体が、残土置き場の土の中から発見されたんだ。被害者二人の死体が発見された時点で、すでに亡くなってから数ヶ月以上が経過していた。なんて恐ろしい事件なの？被害者となった男性は、山口県下関市で不動産販売を営んでいた、R さんという男性だ。事件当時76歳で、韓国籍を持つ男性だったということだ。もう一人の被害者は？もう一人の被害者となってしまったのは、当時48歳で無職の M さんという女性だ。M さんは、被害者 R さんと同じ山口県下関市に住んでいたんだぜ。この男女の被害者二人は、なんと丸々車ごと土の中に埋められていたということだぜ。車ごと土の中に埋めてしまうなんて悪魔のような所業、想像するのも恐ろしいわ。そもそも残土置き場って、どういう場所のことを指すの？土木工事などで穴を掘って出た、必要のなくなった土を置いておくような場所のことだ。なるほど。土がたくさんあるから、車ごと丸々と地中に埋めてしまうなんてことができたんだね。この事件の犯人として逮捕されたのは、事件当時68歳のオホという男性だったぜ。このオホという男性は、事件現場となった残土置き場で残土処理用を経営していたんだ。オホは殺人罪と、死体遺棄容疑で逮捕されたが、取り調べでは最初から最後まで黙秘を貫いていた。自分が経営している敷地内で人を埋めて、命を奪ってしまうなんてとんでもないことだよ。捜査によるとオホは、残土置き場の従業員に穴を掘るように指示していたことが判明している。従業員が掘ったこの穴は縦横6から7メートルの大きさで、深さは5から6メートルもあったんだ。自動車1台くらいならすっぽり入ってしまうような深くて、大きな穴だったんだね。この穴を掘らされた従業員は、何か疑問に思うことはなかったのかな？オホはこの従業員に、お盆過ぎに取引先が廃棄物をこの穴に埋めると説明していたという。その理由だったら、不自然でもないか。さらにオホは、従業員に対して油圧ショベルの先端も別のものに交換するように指示していたんだ。車を掴んだりしやすいような、爪がついたものに交換させていたというんだぜ。突発的な犯行というよりは、他人に指示してまで事前に準備するような計画性があったのね。だけど犯人のオホがいた事件現場は佐賀県で、被害者の二人は山口県に住んでいたんだよね。遠距離のようだけど、この二人はどうして事件に巻き込まれることになってしまったのかな。オホは事件当日、被害者二人を残土置き場へと呼び出していたことが明らかになっている。そして約束通りにやってきた二人を、突然オホが襲ったというわけだ。被害者二人が乗ったままの軽乗用車に、従業員に準備させていた重機で襲いかかった。あまりに突然の襲撃に、被害者二人は車から降りることすらできなかったという。油圧ショベルのような巨大な重機が迫ってきたら、怖すぎてとっさに動けなくなっちゃうかも。被害者二人が乗った車の屋根に、オホは容赦なく油圧ショベルのバケットを振り下ろした。車をショベルで掴むと、そのまま車を引きずった。そして二人が乗った車を、前もって用意させていた大きな穴へと落としたんだぜ。逃げる隙を与えなかったんだね。車を突き落とした後オホは、二人が乗ったままの車に重機で土砂をかけ続けた。そのまま車は地中に埋められてしまうことになる。なんとか車外に出た R さんと、車内に残ったままの M さんは二人とも窒息してしまったんだ。なんでそんなことになっちゃったんだろう。被害者と加害者の間には、何かトラブルとか、いざこざがあったの？この犯人と被害者の間には、金銭トラブルがあったということが明らかになっている。犯人のオホは、R さんから約4000万円もの大きな金額の融資を受けていたという。その借金の返済をめぐって、二人はトラブルになってしまったということなのね。R さんは行方不明になる前、金銭トラブルになっている知人に会いに行くと言い残していた。周囲の人がこの話を聞いていたため、R さんの交友関係を中心に捜査を進めることができたんだ。そして犯人逮捕へ繋がったというわけだ。R さんは融資したお金をオホから回収するために、もう一人の被害者 M さんとオホのところを訪れたんだ。
そして生き埋めにされてしまって、帰ることはなかったということなのね。まさか襲われるとは思わなかっただろうし、生き埋めにされるなんて考えもつかないよね。被害者の二人が消息を絶ってから、それぞれの被害者の親族からは捜索願いが出されていた。その捜索の結果、二人の死体がこの探しの残土置き場で生き埋めの状態で発見されたんだぜ。見つけられたけど亡くなっていた辛い心情を思うと心が痛いな。そしてこの事件現場となった残土置き場について、地元では有名な無法地帯だったという話もあるぜ。無法地帯って、管理も整備もしっかりとされていなかったということなのかな？割れ窓理論に近いものがあったのかもな。ああ、窓が割れていると人の目がない場所だと思って犯罪が起きやすくなるって説のことね。確かに、きちんと管理されていない場所なら、犯罪に使われてもおかしくはないのかも？犯人の王は、この事件を起こすより前にも別のことで逮捕されたことがあった人物なんだ。前科のある人物だったの？一体、何をしでかしていたの？2000年、佐賀市の山中に建設廃材などの産業廃棄物を不法に埋め立てたことが事件となった。この事件に関しては、産業廃棄物処理法違反の罪で起訴されたとのことだ。他の会社の二人と共謀して不法投棄をしていたということで、起訴されることとなったんだ。産業廃棄物って、業者がきちんと決められた方法で処理しないといけないんだよね。一時期、産業廃棄物の不法投棄が何度もニュースになっていたのがよく記憶に残っているよ。オホは約2ヶ月間にもわたり、廃プラスチックなどを他の会社の二人に山中に運んでもらっていた。そして運ばれてきた大量の廃プラスチックを、山の中に不法に埋め立てていたんだぜ。プラスチックって自然に分解されるまでに、かなり時間がかかるって聞いたことがあるよ。自然界で分解されるためには、400年から1000年以上もの長い時間が必要とされているぜ。環境汚染もいいところだよ。しかもこの不法投棄事件より前にも、オホは似たような事件を起こしているんだぜ。それは1997年のことだ。廃車になった車の解体処理などで出る、有害物質を含むシュレッダーダストを不法投棄していたんだ。シュレッダーダストって何のことを言うの？車を解体して金属を取り除いた後、廃棄物として捨てられる破片の混合物のことだ。プラスチックやガラス、ゴムなどが混ざり合っている廃棄物だ。このシュレッダーダストには水銀や鉛、カドミウムなどの有害物質が含まれているんだぜ。環境だけじゃなくて、人体にも悪影響があるような物質の名前がいっぱいだね。その通りだぜ。環境汚染に配慮して、1996年からはこのシュレッダーダスト廃棄について法整備がされた。これにより、管理型の処分場で埋め立てることが法律で義務付けられたんだ。ということは、その処理義務が決まった翌年に早速不法投棄して、法律違反したってことね。この事件により、不法投棄された場所からは土壌管理基準を上回る数値の鉛が検出されたんだ。さらに、微量のヒ素まで検出されてしまったぜ。ヒ素って鉱毒事件になっていたり、食べ物に入れて食中毒事件になったりしているものだよね。そうなんだぜ。人体に短期間で大量に入ると、発熱、下痢、嘔吐、脱毛などの症状が現れると言われている。継続的な影響としては、皮膚組織の変化や、癌の発生などの悪影響が報告されているんだ。こんな恐ろしい事件が繰り返されていた過去があったなんてね。地元に住む人が無法地帯なんて呼ぶ理由が分かった気がするよ。裁判の第一審にて、弁護側は無罪を訴えた。犯人の王本人はというと、裁判になっても黙秘を続けていた。検察側はどういう主張をしていたの？対して検察側は、事件が起きた現場がオホの経営していた会社の敷地内だったことを指摘した。また、オホが犯行時刻に被害者二人を呼び出していたという、この事実なども状況証拠とされた。オホ以外が犯人であれば合理的な説明は不可能だとして、オホが犯人であることを主張したんだぜ。確かに、本人の証言がなくても状況を考えればオホが犯人だと考えるのが自然だよね。無罪だというならそう証言すればよいのに、黙秘を続ける理由もわからないし。これらの理由をもとに、検察側はオホに対して死刑を求刑した。しかしその一方で、死刑がやむを得ないとは言えないともしていたんだぜ。無期懲役よりも重い罪に相当するけど、死刑にしてしまうほどではないということなの？裁判所としては、二人の尊い命が奪われた上に、オホの犯行の状況も極めて悪質な部類だとしたぜ。その一方では、オホは借金をしていた R さんから限度を超えた要求を受けていた状況を考慮した。オホは事件当時、借金返済を迫られて精神的に追い込まれた状況だったとしたんだ。あまりにも大きな金額の借金は、心の余裕とか冷静さを奪ってしまうものだよね。だからといって、計画的に人の命を奪ってしまうのはどうかと思うけど、
おほと R さんの間に金銭トラブルがあったわけで、もう一人の M さんは直接的な関係はないからな。第一審での判決として、おほには無期懲役が言い渡されたんだぜ。検察側の求刑した死刑には、ならなかったということなんだね。弁護側はこの判決を不服として、控訴している。第二審において、弁護側は引き続きおほは無罪であると訴えた。第一審でおほが犯人であると認定されたことについて、事実の誤認があると主張したんだ。おほと弁護側は、どこまで行ってもあくまでもやってないという主張なのね。さらにここでは、事件当日はお墓参りなどに行っていたというアリバイを主張してきたんだ。おほにはアリバイがあったの？そういうアリバイについては、警察の捜査段階で明らかになりそうなものだけど。しかし、このお墓参りに行っていたという主張について、おほ本人がつけていた日記が出てきた。それによると、雨で墓参りに行けなかったと書いてあったとのことだ。本人はその日記を、たまたまそう書いただけであって、書き間違いじゃないかと反論したんだ。苦しい言い訳に聞こえるな。裁判長としては、この日記に書かれた内容の方が信用できるものと指摘したんだぜ。わざわざ日記に、自分の不利になるような嘘を書く理由はないからね。事件当日はお墓参りに行ってないという日記の方が信憑性があるように感じるのは当然だよね。検察側は、おほの証言は到底信用できないものだと主張した。そして第一審の無期懲役という刑は軽すぎて不当だとして、おほに対して改めて死刑を求刑したんだ。被告人質問では、おほは R さんに多額の借金の返済を迫られていたことを認めた。そして事件当日の昼頃に残土置き場に行くと穴があり、夕方に戻ると穴は埋まっていたと証言した。自分の管理している敷地内で、そんな大穴が勝手に埋まったら不審に思わないものかな？それに二人を車ごと落とした穴は、自分が従業員に指示して掘らせたものだって判明しているのに。おほは事件当日、雨が心配だったのを理由に、事件現場の付近には3回ほど行ったと証言した。残土置き場の穴については、その3回の様子見の間に知人が産業廃棄物を埋めたと思ったという。おほの証言の全てがどうしても後付けの理由に聞こえてしまうよ。第4回後半では、亡くなった女性 M さんの長女が代理人弁護士を通じて意見陳述しているぜ。おほが語ったのは一方的な主張と唐突なアリバイであり、知りたい事実は何もなかったと批判した。母は娘や孫と一緒に歳を取るという、当たり前の幸せを奪われたとも述べたんだ。M さんの遺族は、おほに極刑を下してほしいと訴えた。遺族としては、家族を生き埋めなんて恐ろしいことされたらたまったもんじゃないよね。裁判長は、法外な額の借金返済を強く求めていた R さんにも一部の非があったとした上で、第一審判決の無期懲役という判決については、妥当なものだと判断したぜ。法外な額の返済を強く迫ったら、取り立てみたいになってしまうもんね。刑はこれで確定したの？いや、弁護側はこの第二審の結果も不服として、最高裁に上告したんだぜ。しかし、犯行に使われた油圧ショベルの稼働記録や携帯電話の履歴が証拠として認定され、一連の犯行は、おほが行ったものだと断定された。2020年9月9日にはこの弁護側の上告は棄却されて、おほの無期懲役が確定したんだ。借金の無理な返済とか、事情があったにしても二人の命が奪われた事実は変わらないからね。意識がある状態で土をどんどんかけられてしまう恐怖を考えると、胸が苦しいよ。重い罪を犯したおほには、この無期懲役でしっかりと反省してほしいものだ。被害者の二人のご冥福をお祈りするぜ。ということで、このチャンネルでは世の中のヤバい人物や事件について解説していくぜ。この動画は事件、犯人の背景経緯を知り、今後このような被害に遭わないために、役立てていただけたら幸いだぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。